コスタ・クーファスことコンスタンティン・デメトリオス・クーファスは、アメリカ合衆国オハイオ州関東出身のギリシャのプロバスケットボール選手である、NBA のサクラメント・キングス所属。ポジションはセンター。213センチメートル、120キログラム。2007年に、グレック・オデンの抜けたセンターとして、オハイオ州立大学バッカイズのメンバーとなり、2008年の NCWA 招待トーナメントで、 マサチューセッツ大学を破り優勝し、MVP に選ばれた。エイプリル21、2008年4月21日、NBA ドラフトにエントリーしたが、代理人をつけず、6月16日までにエントリーを取り下げれば、大学に戻れようにした。しかし、5月にギリシャリーグのチームから、誘いがあったため、代理人契約を結び大学への復帰の道を閉ざした。 2008年の NBA ドラフトで23位で、ユタジャズが指名し、NBA のキャリアをスタートさせた。ユタジャズミネソタティンバーウルブズデンバーナゲッツ2011年2月22日、ニューヨークニックスが、カーメロ、アンソニー獲得のために仕掛けたトレードの一部となり、デンバーナゲッツに移籍した。2012年1月25日、ナゲッツと3年900万ドルの契約を結んだ。 メンフィスグリズリーズ2013年6月27日、メンフィスグリズリーズにトレードされた。サクラメントキングス2015年7月4日、サクラメントキングスと4年3300万ドルで契約した。ありがとうございます。